笑顔でいれば体型も若さを保ち、周りの受けも良い。笑顔が作る体型。若々しい体型を維持したい方へのちょっとした提案です。日頃から自分の意思で口元を上げるという訓練をしておくと良いと思います。口角から指3本分のところに笑顔のツボがあります。これはエクボのできるところで、このツボと目尻をつっている 4,5 センチぐらいの筋肉が顔にはあるのです。この筋肉を頻繁に使う訓練をすると、つまり笑顔でいるようにすると、ずっと上げていることができますが、使っていないと口がへの字になりやすくなります。40歳を過ぎると重力に耐えかねて落ちてきてしまうのです。そして実は口元をつっている胸筋と胸をつっている筋肉の組成構造が一緒。口元の位置と胸の位置は連動しているので、表情が体型まで形作っている可能性があります。この話は女性にとっては重要なポイントですが、実は男性にも同じことが言えます。この胸筋は内臓を支えている筋肉とも連動しています。ですから男性の場合は口元をへの字にしていると内臓筋が緩んでくるようです。その結果として体内の臓器が下腹に集まってくる。その状態をお腹が出ていると言います。でも使えば使うほど筋肉は発達してちゃんと働いてくれます。この話を知った時から、毎日自分の意思で口元を上げる、笑顔でいるという訓練をすると筋肉が弾力を持って発達します。いつも笑顔でいることは若々しい表情だけでなく体型の維持にも大いに役立つかもしれません。おいしい豆腐屋さん。以前20人くらいで1泊2日の旅行をした時のことです。山のふもとの10軒くらい宿のある温泉街に泊まったのですが、そこに豆腐屋さんが2軒ありました。旅行した人のうち何人かは朝5時ぐらいに早起きをしてその街を散策したそうです。朝5時に起きているのはその豆腐屋さん2軒だけでした。どちらも山の湧き水の冷たくて美味しい水を使って豆腐を作っていました。その一方のお店の奥さんがとてもニコニコしていて、もう一方のお店の奥さんはとても不機嫌だったそうです。どちらに入ろうか考えて、みんなその愛想の良い奥さんのいるお店で豆腐を買ったということでした。その話をしながら買ってきた豆腐を朝食で出してくれて、私も一緒に美味しくいただきました。そして朝の9時半頃に泊まった温泉街から車で出発したのですが、その町の入り口付近に例の豆腐屋さんが2軒ありました。みんなが買った方の豆腐屋さんには、ありがとうございます、本日の分は全部売り切れましたという看板がかかっていて、すでに閉まっていました。もう1軒の不機嫌な奥さんのいるお店はまだ開いている状態で、豆腐もだいぶ残っているようでした。同じ水を使い、同じ材料を使って同じように作っていても、怖い顔をしているところとにこやかなところでは売れ行きが違ってくるようなのです。